チームラジオテストテスト、聞こえますか？問題ないわ。私はチームアシスタントのココです。チームパイオニアジュニアのトライアウトへようこそ。私はチームコーチのグロリア。トライアウトはもうすぐよ。準備はいいかしら？アクセルボタンを押して加速を続けて。まもなくコーナーよ。通過するときは方向のコントロールに気をつけてね。コーナーを抜けたら方向ボタンから指を離すことで進行方向の調整ができるわ。ドリフトで次の直角コーナーを走り抜く。左方向ボタンの長押しでドリフトボタンをタップしてマシンをドリフトさせるの。右方向ボタンをタップしてアクセルボタンを押して加速して。順調ね。さて、あとはあなたの腕次第。ベストを尽くしてゴールを駆け抜けるのよ。それでは最初の報酬、マツダロードスターを手に入れましょう。私はここにいますよ。パフォーマンスグループの FR 社日産フェアレディ Z は太い低速トルクと高い操作性が強みで、特にドリフトに向いています。パフォーマンスグループで首位を狙うレーサーに最適なマシンです。ここからの電話だ。チームでの生活には慣れましたか？順調よ。そういえばレーシンググループの車はまだかな？レーシンググループは少し特殊で、訓練中の新人には運転する資格がないんです。でも例外があって、ビッグ3と呼ばれる3大レーシングチームが共同開催する新人招待レースで3位以内に入ると、特例としてレーシンググループのライセンスを手に入れることができるんです。新人招待レースか。興味あるわ。自信たっぷりみたいで頼もしいです。それでは代わりにエントリーしておきますね。コーナリングはレーサーの腕が試されるポイントよ。コーナリングのコツはアウトインアウトよ。忘れないで。ストレートタイミングを見計らって一気に加速よ。あなたならできると信じてました。これでレーシンググループのマシンをゲットできましたね。レーシンググループのいい調子ね。あなたがルーキーレベル2になるのは時間の問題よ。ランクレースはレース経験を積むのにベストなの。ガイドは以上です。頑張りましょう。